よう旦那、また。じゃあな旦那。
きと人あのもがきを駆け越えて生蛇がきはの人人あっちじゃのもがきはあっちじゃかけこ生が生がきあえ力がおこまりお米おこち
死者たち。
カゴ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 。オラはカゴじゃ。おい。カゴカゴカゴカ。落ち着け。よかったよ。あんたはまとも。あんた、ただ、すまねえが、オラこのままカゴかぶった。この村はどうなっている？オラにもよくわからねえ。気づいたらみんなおかしくなっちまってた。オラもずっと頭がぼーっとしていたんだけども、ゲーゲー吐いたら目が覚めたんだ。喉が渇いて、きっとそれで神主様が。ただな、お酒を酒だるは仕方なく皆行けやけどな。この村のわからん。ただ皆火を怖がる。頭がぼーっとしてるときはオラもそうだった。あのなかなか消えない火、今思い出。消えない。漁師の犬彦のやつが松屋に燃え、あいつの松屋には長く燃えるからな。犬彦は村の花つまみ者だ。だから神主様、その犬彦の家、池の向こう側さ、どん詰まり。神主と神主様はこの川沿いに遡った先、水源に近い神主、皆で都人にな。お酒をたくさん飲めば。都人ってなんだろうな。神主かんかかみおさ、みや、そうかい。オラはyou
あんた、ただすまねえが、オラ好む。オラに気づいたらオラもゲーゲー吐いのきっと勘のたださしけど好むわて頭ん漁師の犬彦のやつが松屋にを燃やして、あいつの松屋には長く燃える。犬彦は村の鼻つまみもだから勘。その犬池の向こう側さ、どん詰まりに。神主とは？神主様はこの村で一川沿いに神主みんなおさ、あ、みや、そうかい、オラを。